はい、こんにちは。おはようございます。ダイダラです。ヘイペイクミーン、やりたいと思います。さあ、今回はね、エリア2のね、隠されたステージを探したいと思います。この2の C、行きましょうか。ここにね、多分、何ステージだったっけ ?X だったっけ ?D だったっけ ?Z だったっけわかんないんだけど、なんか、ね、繋ぐ、隠されたゴールがあるはずですので、ちょっとそちらを今から探していきたいと思います。行ってきます。どこだろうな、ちょっと待って、マップ見ながら進んでたんだけどさ、ここ下に、なくね?ゴール。ここ。降りれんの?これ。おーおーおー、普通に降りてこれた。あ、そういうタイプのゴールもあるの?へぇー。あら。さ、変なとこ出てきました。ああ、もう、一直線にゴールあるだけ、ここ。あら、まあ。これ気づかんで!あちらの隠れた場所にキラキラエネルギーの反応がありました。行ってみましょう。ぽよぽよ。さて、攻略完了です。ようやく。な、ちょっと、マップ見ながら進めば気づくって感じですね。まあ、今後もマップ見ながらやった方がいいのかな。でも上画面が見えないとね、ギミックが見えないから、やっぱね、ちょっとそこら辺一長一短って感じでしょうかね。くそー、覚えとけよ。さて、隠されたコース行きましょうか。さあ、その前に、ね、12キラしか集まってね、1匹も失わず20匹連れて帰ってきた。すげえ持って帰った。あ、広場なんかあったって、行ってみるか、広場。また図鑑見ちゃった。もう俺、広場ボタンと図鑑ボタン逆にしてほしい、ほんと。図鑑真ん中にしてくれよな、ほんと。ねえ。俺の、あれだよね、なんか、脳みそが腐ってるせいです。誰が草とんねん。まったく。はい、ザ・黄色ピクミン20匹追加して。わ、これかなり、もうすぐ300匹ピクミンになっちゃう、俺のピクミン。すごい。さあ、なんか見つけたみたいです。見てみましょうか。うわー、これ10キラやで、これ。さあ、10キラ回収完了です。いらねーよー。はい、さて、それでは、いつ行きますか。次のコースです。さあ、EX ステージを出して出てきたステージはここだ。2の X。こちらになります。行ってみましょうか。宝箱は2つだけですね。動く水面。水面、水面。ね、やっていきましょうか。動くって字ちょっと潰れてるんだけどね、これ。なんだろう、アメンボみたいな敵が出てくるのかな。わー、やだ、どんな原生生物が出てくるのか、楽しみですね。早速攻略していきましょう。おう。よし。さて。まずはピクミンを見つけることからだな。ああ、動く水面ってそういうことか。地面が動くんだね、そもそも。そもそも、あ、ピクミンいた。ラッキー。さあ、水だから、青ピクミン。青色のピクミンが、俺を助けてくれる。一人遅れてるぞ。早く。来て来て来て。なになに?どうしたん?落ち込んでんのか?いいことあるぞ。おお、早く来いよ。なんかあったんやろうな、辛いことが。なあ。ごめんな、なんか、話聞いたろか?さて、動くみんな、おお、なやおい、変なカエル。あ、ピクミンやられた?あ、ピクミン成仏したー。おたまじゃくし?これ。なんやろな、あいつ。さあ、水面ステージ、まだまだ行きます。あ、ピクミン増えた。1ピクミンだけ増えました。さあ、また水面が下がる前に、このトゲトゲゾーンだけ抜けたい。トゲトゲしてるとこ。お、魚、魚。魚って干上がるのかな?どうなるの?ちょっと見てみようぜ。干上がるかどうか。あら、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 あら!干上がっとるで!かわいそうに。おー、めちゃくちゃくる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 。こい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 。よし。さあ、ピクミン回収。8ピクミン。ちょっと待って、この上見させてね。宝物がないか。ないね、宝物。宝物だけね、ちょっと。よいしょ。2個だけしかないからね、このステージ。慎重に回収していかなきゃ。よし。おーっと、トゲが今度は、下、上っ側にある、珍しいタイプ。で、こいつ、カエルか。両生類なんだね、要は。ね、上、海でも、海じゃないとこでも、どっちでも、
対応できるタイプ。結構強いぞ、それは。よし、じゃあちょっとここ入ってみましょうか。1回目。いきます。あ、あるあるある、電池ある電池、今。ほら、電池。何あれ、エボルタ？ね。アルカリ電池。ちょ、邪魔いで、君。1,2,3 ガリア。よし、さあ、電池持ってきてー。ぽよよ。はい、獲得一つ目の宝物。よくあるエナジー。まあ、大したよくあるけどな、このよくある電池や。炭酸電池かな、今のは。え、単一電池やったらあんま見ない電池とかなんのかな。そういう区分じゃないかな、多分。よし。さあ、ここ行ってみましょうか。次はこちらです。お、怖い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 。やめて。さあ、上行きたいけど、水面が上がってくるの待ちましょうか。早く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 。結構なんか水面が上がってくる速度早いな。楽ちんですね、これは。さあ、キラキラ回収。これ、急がなあかんのちゃう？待って。よし。あぶやぶやぶ。暗い！ほら、暗い！あー、やべ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 ！あぶねえ！そっしー。じゃあ行きましょうおっか、次のエリア。順調ですね。あー、落とし穴ある。どうしよう、どうしよう。ピクミン、中入ってくれ。あー！あー、なに、お前、俺を足場に？何すんだよ！出して、出して、出して、出して。あ、引き上げてくれた。いいやつか、お前ら。仲良しなんだね、いい意味で。嬉しいな。さて、ちょっと、下降りていきましょうか。あ、水上がってきた。よかった。さあ、どんどん進んでいきますね。おーっと。あ、ここなんか下入れる？入れない？入れませんね。下がった時に、あそこが避難ポイントになる。おー！待って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 。あぶね。あ、ピクミン！あー、2体へ！俺が殺しちゃったー、ごめん。すまねー。ま、生きてたらそういうこともあるよ。なかなかひどいなー、今のは。申し訳ねえな、ピクミン。引っこ抜かれてーやで、ほんと。ごめんなーさーやで。あ、ピクミンが10匹まで増えました。やったぜー。上がれなーい。え、どこまで下がるん、水位。ピクミン、水の中住んでたな、ここのピクミンは。ね。青ピクミンは、青いやつ。ね、青って、戦隊もので、あれだよね、クールとかだよね。あ、今の野球ボールって、お宝じゃないの？何お前お宝落としてんだよ。青ピク。あ、ボール回収しに行こう。あれ、お宝どこ？お宝返して。下にあんのかな。よし、さあみんなで転がっていきましょう。あれ、お宝ないよ。ボールは？うわ、でっけえウニがある。これどうすんだよ、ウニ。今のうち通るのか、これ。おばば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 。あら。これどうしようか。これ、壊したらウニが下落ちてくる。おー、浮いていった。あ、ピクミン今死んだよな、今。うわ、ウニ当ててもうた、ごめん。ごめん、ピクミン。ね、ごめん、ピクミンって。あ、宝物あった、あっちに。え、なんかダメージ食らったんだけど、なんでだ。よし。ここやな、ここ。頑張っていきましょう。邪魔やで。ウニ邪魔やなぁ。あれ、今ピクミンまたなんか一人死んだぞ。ごめん、なんか。俺のせいか。多分俺のせいやな。さて、宝箱はここにあった。ゲットです。マウスこれ！イェーイ！パソコン先生だ。キョネズミの化石。マウスやけど。ねえ、ネズミのマウスちゃうで、これ。お兄さん、ちょっと、間違いすぎちゃいますか？まあ、なんでも、ね、
異世界の文化ってものは、わからんもんやからな、ほんま。上を落としたら、ウニ降ってきたらすげえ笑うよね。怖い。よし、行くぞ、ピクミン。ついてこいよ。よし、オッケー。さあ、あとはゴールするだけでしょ。二つの宝物、持って帰ろう。お、ね、ここ。うむ。あと上がるだけだよね。じゃあもうこの画面で行き、マップ消して。ちゃちゃちゃっと行っちゃう。おお。ちょっと、まだここも水面上がるステージね。ちょっと。あ、一人悲しいことになってる。元気出していきましょう。これってこっち側、敵の砂だけか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ無視して、ね、ちゃっちゃと上上がっていこう。ピクミンついてきてね。オッケー。行くよー。さて、じゃあゴールとなりまーす。やったぜー。ちょろ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 いー。最近俺ちょろいしか言ってないな、マジ。で、意外と簡単でしたね。動く水面、水面。なんかやっぱ上下に動く水っていうのが面白かったね。うん。まあでもやっぱ2面だからそこそこ簡単なギミックばっかでね、そんな殺されないので、ね、あの、気持ちのんびりと攻略できて、あの、心が楽です。さて、合計今回409キラ獲得です。やったー！たくさんあるよー。さあ、広場に連れて帰ったピクミンが300匹になりました。やったぜ。さあ、広場行きましょうか。さっきから広場めっちゃ行くな、俺。うん。はい、じゃあちょっと見てみますか。なんかゲットしたものです。じゃあ、アミーボ使えば多分ね、レベル上がるんだよ。うん。せっかくだし、あ、ちょ、待って、お宝ちゃうこれ。おお、なんと、お宝を見つけたようです。これは大量にキラエネルギーが入ってそうですね。結果が出ました、お宝には200キラすごい入ってる。どうやらここら辺で取れるエネルギーは全部取ったようですね。さあ、真ん中下のとこは全部取ったみたいですね。よいしょ。いや、ランダムなのかな、これって。何かがあるのとかっていうのは。でも、火もあと1個になってる。やっぱ徐々に、なんかなくなっていくのかな、これって。そういうもんなのかな。さあ、とりあえず、ちょっとアミーボセットしてみましょうか。で、レベルアップできるみたいですので、やってみましょう。よいしょ。あれ、画面タッチしてください。はい、はい、いきます。さあ、アミーゴ読み込み中。書き込み中？はい。書き込み成功。さあ、どうだ、これで。ヒロのピクミンが306。で、3月6日は僕の誕生日ですね。覚えててください。さあ、レベル4までアップ。呼び出せるピクミンが増えました。やった。16匹まで増えます。だって。16匹も増やしたら、ほぼマックスやんけ。20が最高だよね。ね、え、いきなりマックスからプレイできるってこと？それカオスやで、マジ。で、ちょっと、ほんま困った時だけ使いましょうか。オッケー。じゃあ、ブロックセレクト戻って、で、今回ね、X ステージ攻略したことによって、ボボボン。あれ、アミーボのところ行けないんだけど、ここ。行け、え？ねえ、左のアミーボ、ちょっと待って、みんなマップのさ、あれ、あそこどうやって行くんだろう。ちょ、アミーボタッチしたらいけるようになんの？え？わかんねえ。よし。あ、出たよかったよかった。さて、じゃあちょっと行ってみましょうか。寄り道ポイント7です。アミーボ使っていくコース。7。さあ、どんなミニゲームなんでしょうかね。おー、謎とキングダイダラ、私のことだ。うん、まビリビリしてる虫がおるな。えいや。ビリビリ虫を使って、上に上がるってとこかな、これは。簡単ですね、こんなの。鼻ほじりながら攻略できますわ。よし。はーい、ということで、あっさり攻略完了です。さあ、今作のね、ゲームと同時に発売とされたアミーボピクミン。ゲットだぜ！へへへへ。これはいいぞ。届かぬ、ヘイ！え、200キラしか入ってないんだ、これ。届かぬ、ヘイ！てか、1日でアミーボって何回使えるんだろう？ 5 回ぐらいかな。
わかんない。もう一回タッチしてみましょう。え？マジ？そうなんだよね、これ。このアミーボね、同じアミーボだけど、めっちゃすごいのが、そう、別のね、でーんっていう、キャラクターが出てくるの。ね、ルイージ出てきた。これすごいよね、ほんと。超便利。アミーボが一日でいっぱいゲットできるもん。ほら、ルイージ。俺、ルイージのアミーボ持ってねえもん。ルイージ。ね。あれ。2、3、4。ちょっと待って。あ、落ちた、あいつ。ちょ、お客様。ごめんなさい、これやり直しでーす。こういうことね、ほんと。ルイージだよー。ルイージ、ルイージ、ルイージ、ルイージくれ。よし。はい、早く早く早く。ルイージ。ルイージの二つ名がすげえ気になる。どんな名前なんだろう。かっこいい名前かな。ピグミン下入ったぞ。あれやべえ、あれ。やべえ、あれ死ぬ。絶対あの下の赤ピグミン死んじゃうってあれ。バチャーン、ぐちゃっ。グロいグロいグロい。名もなきヒーロー。え？かっこいい名前じゃん。なんでなんで？びっくりするからそれ。お前そんなかっこいい名前やったっけ？全然ちゃうやろ。影が薄いランキング1位のお前がどうしてしまったのっていう。ね、よし。さあ、あと1個ですね。ここ、寄り道ポイント8攻略してないので、ここもやっちゃいましょうか。合わせて。さあ、多分ペレットがあると思います。ここには。ペレペレペレット。青ペレットかな？あ、青ペレット、青ペレット。さあ、これはどう攻略すればいいのでしょうかね。ふむ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 。なるほど。なるほど、なるほど。実に簡単ですね、ここは。ふむ。じゃ、とりあえず押しましょう。待って、これ、上が、上、超えられる？超えられへんわ。待って待って。ピングミン、ストップ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 。これ、あかんかもしれん。ちょ、待って。ピングミン、これ、やり直しかもしれん。いけるか？届くか、この思いは。届くんですね。よし。押しなさい。ご苦労。こういうことだ、俺がしたかったのは。よし、じゃあ、あとは、取ってくるわ。オッケー、さあ、見事獲得完了。イエイ、青ペレット、ゲットだぜ。ピクミンが8匹増える。青ペレット初めてゲットしたよね、今回。よかった、よかった。はーい。さて、それでは図鑑タイム行きましょうか。さあ、これでエリア2は全部攻略完了です。次回からエリア3攻略していきましょうね。はい、それでは、一体見ていきましょうか。青ペレット初めてじゃなかったか。割り割り、黄色ペレットが持ってないのは。さあ、お宝見ていきます。さあ、今回ゲットしたのはこちらですね。電池。よくあるエナジー。よくあるということは、それだけ支持されているということで、つまり人気があって愛されているということだ。しかし私はきっぱり言いたい。みんなから愛されるより、家族から愛されればそれでいいのだ。めっちゃええこと言うな、お前。な、確かにな。大多数の方に愛たされるよりは、ね、自分の大切な人から愛されたいっていう。うわ、いいこと言っちゃった、俺どうしよう。はい、次でーす。ヒョネズミ化石。私には何かの乗り物に見えるのだが、ドルフィン2号機の解析によれば、進化により尻尾をなくした巨大ネズミの化石だという。むむむ、その説の方がロマンがある。ちょっと悔しいが、ここはドルフィン2号機のロマンを信じてみよう。パソコンのマウスやけどな、これ。さて、あと、ゲットしたのはこれだな。一人シーソー。ゲットしたやつですね、新しく。これは画期的な運動マシンだ。今までシーソーは、二人一組で足を鍛えるのだが、これはバネの力で一人で OK。ほこたつ製に変えたらすぐ特許を取らなきゃ。もちろん、社長には内緒で。確かに、キッコンガッコン、キッコンガッコンってね。で、爪切るための装置やけどな。すごいね、これ。さあ、次、アミーボ行きましょうか。さあ、今回ゲットした1個目のやつですね。ヘイ！届かぬヘイ。遊んでいるピクミンを見つけたので、ヘイと呼んでみたんだが、全く動かない。もしやカチコチになる魔法でもかかってるのでは？そう思って台座の裏側を見ると謎の暗号が。これを読み解けばカチコチの彼らも動けるようになるんだろうか。ね。なんかついてるっけ？台座の裏って。
アミーボーとか書いてる台座の裏ね、任天堂とか書いてる、うん、素晴らしい。これすごい出来がいいよマジで、このアミーボ。さあ次です。名もなきヒーロー、なんとも気弱そうな優しそうな人に見える。ふむ、これは学生の時クラスに一人はいた。厄介なことを押し付けられるタイプだ。振り返ると私もそんなお人よしの一人だった。ペット係、図書委員、そして掃除当番。やはり時にはノーと言える勇気が大切だね。結構あれよな、押し付けられるの。俺もね、押し付けられてたで、つらいさて皆さん、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れです。次回エリアさん攻略していきましょう。じゃあの